触ってみていい？お！いや、これはすごいぞ。本日はこちらですね。エポメーカー Dynatab75。75% トリプルモードガスケットマウンテッドメカニカルキーボード with ドットマトリックスディスプレイ、こちらエポメーカーさんから送っていただきました。ありがとうございます。こちらはクラウドファンディングで募集ということで、細かい内容は概要欄に書いておきます。付属品はマニュアル、日本語あるよ、キーキャップ、キースイッチ、引き抜き具、それから USB タイプ C to A のケーブルですね。それじゃあ開けてみよう。割と軽いな。おお、ほう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 。キーキャップかわいいな。触ってみていい？おお、はおお、これはこれ気持ちいい。これタクタイルにしたんだけど最高だな。いや、これはすごいぞ。アルミニウムボディじゃないんだよこれ。すごっ。うわ、なんか表示されるよ。はい、ということで今日はですね、こちらエポメーカーさんから来た Dynatab75 をレビューしていこうと思います。いや、これちょっと想像以上でしたね。行ってみましょう。はい。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。本日はエポメーカー Dynatab75 です。こちらエポメーカーさんよりレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。で、開封時にかなりびっくりしておりましたが、打鍵感と音はね、かなり気持ちいいですね。今回はクラウドファンディングでの募集ということで、詳細は概要欄をチェックしてください。それでは行ってみましょう。エポメーカー Dynatab75 75% コンパクトレイヤーとメカニカルキーボード、 Mac、Windows 対応、ガスケットマウントやポロンフォームによる優れた打鍵感と音、大きく配置された可愛い RGB ライト、有線無線対応、ホットスワップ対応。今回私に送ってもらったカラーはですね、ブラックグレーと呼ばれるもので、他にはね、パールホワイトがあるようです。ポリカーボネート製の本体は直線的で、どこかレトロ感があふれています。本体上面から見ると、キーボードのレイアウトは主要な配列の右端にインサートキーやデリートキー、ページアップダウンが配置されています。右端のレイアウト部分が2列になっているんですよね。で、本体上面には大きな RGB 表示部分があります。右横には RGB の切り替えボタンや接続のためのスイッチがあります。この部分は蓋になっていて外れます。蓋を外すと USB コネクターが収納されています。 RGB については後ほどご紹介します。本体の後ろには USB-C のコネクターがあります。本体の底面には2段階の角度調整用の足があります。本体はくさび型になっていて、手元部分は低くなっていますけども、僕個人的にはリストレストがあった方がいいと感じました。レイアウトは 75% レイアウトの US 配列ですね。Dynatab75 のレイアウトでいいなと思ったのが、カーソルキーの配置ですね。一般的な 75% レイアウトの場合は、左カーソルキーがシフトキーとぶつかってしまうので、シフトキーが若干短くなることが多いですけども、この Dynatab75 ではシフトキーが通常の長さになっているんですね。キーキャップについても見ていきましょう。僕に送っていただいたキーキャップはですね、行ごとにグラデーションがかかっているものになります。で、刻印はキーキャップの前面にあるんですね。真上から見た時には刻印がないように見えますので、ホームポジションに慣れている人は問題ないですけども、そうでない人にはちょっとね、手前を覗くような感じになるかもしれません。素材はちょっと明記されていないので明確ではないですけども、 PBT のようですね。間違っていたらすいません。で、この前面の刻印部分は RGB ライトによって光るんですね。スイッチについても見ておきましょう。僕が送っていただいたのはですね、ウィステリアのタクタイルスイッチになります。で、このスイッチがですね、タクタイルの引っかかり感がとても気持ちいいわけですね。アクチュエーションフォースは 46GF で、プリトラベルが 2mm ですね。トータルトラベルは 3.1mm ということです。スイッチのオプションはシーソルトサイレント、フラミンゴ、ウィステリアのリニア、そしてウィステリアのタクタイルの4つのオプションがあるわけですね。詳しくは概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。やっぱりスイッチ一つでね、キーボード化けますからね。いや、本当にすごいと思いますね。そしてその打鍵音なんですが、このね、ウィステリアタクタイルは、いいんですよ。とてもいい。タクタイル感がとても気持ちいいです。コトコトというよりは、なんかね、カタカタとモコモコが混ざったような感じですかね。静かではないです。なんですけども、打鍵していてとても気持ちがいいんですね。このタクタイルの途中で引っかかる感じと、この底をついた時の指へのフィードバックがすごく気持ちいいんですよね。それからキーキャップの遊びの音とかね、それからバネの音っていうのはほぼ聞こえないと私は思いました。RGB についても見ておきましょう。大きな領域にドット表示の RGB が可愛くてとてもレトロな感じがしますね。実際の商品の場合だとこの RGB 表示をカスタマイズできるということなんですが、私に送ってもらった時点ではこのアプリの最適化中ということで試すことができませんでした。で、ディスプレイの横のボタンを押すことでライトパターンが変わるので、何かしらアプリでも設定が可能だというふうに思います。しかしこのね、 LED が大きくバンと表示されるのがとてもね、可愛いんですよね。で、この RGB の表示はですね、デフォルトでは時刻とかね、時間もあったりするので、どういったことが設定可能かっていうのは、ちょっとこれはね、クラウドファンディングのページでもチェックしていきたいと思います。で、この RGB ですが、この大きなね、ディスプレイ以外でいくと、普通のキーキャップ部分はサウスフェイスなので、下向きについているわけですね。で、僕が送ってもらったこのキーキャップはグラデーションがかかってますが、手前部分が刻印になっていて、ここが若干透ける感じで光るんですね。これがとても可愛くて綺麗だなと思いますね。山カフェチェックです。 75% レイアウトという手頃なレイアウトに特徴的なディスプレイですね。しっかりとした内部構造により素晴らしい打鍵感と音を得ることができるエポメーカーの Dynatab75。 またカーソルキーが独立している 75% は個人的には珍しいんじゃないかなと思ってます。この辺りのレイアウトと佇まいがなんとなくね、80年代を感じさせてくれるわけですね。そしてなんといってもこの打鍵感と音です。とてつもなくね、音と指に伝わるフィードバックが素晴らしいわけですね。こうキーボードを入力しているぞという感じが出ていると思います。お値段チェックです。クラファンの方の募集中で、スーパーアーリーだと109ドルからということを聞いております。詳しくは概要欄にリンク貼っておくんでチェックしてみてください。一点注意が必要なことといえば、海外のクラファン系にありがちですが、日本で使う場合には技的マークが今のところ私は確認ができていないので、どうしてもね、有線での利用になってしまうんですが、それでもこの打鍵感とこの佇まいが気に入った方は要チェックじゃないでしょうか。ということで、質問ありましたらコメント欄までスーパーサンクスもお願いします。チャンネル登録もある人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。